その部屋を開けて中に入っていったんです、はい、そしたら中で中年の男性がそうしてまして、そっか、そういうこともあるのか。そうなんですよ。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ皆さん、先言っときますね。これお階段巡りですからね。ちゃんと階段ありますんで、ぜひご安心ください。早まらないでくださいね。はい、お階段巡りですからね。はい、では今日のゲストご紹介いたします。お笑い芸人のアマレス兄弟さんです。どうぞ。アマレス兄弟です。お願いします。人形を生きてるように動かします。ライガー対アマレス太郎、はじめ。あ、人形が、人形と、人形、お、お、おと、おと、お、おと、おと、太郎は、お、ライガーに、お、お、コブラツイスト、コブラツイスト、コブラツイスト、これは人間が人間が描いてるんだ。人間、お、人形、ライガーどうし、人形、ライガー、お、ライガーぐるっと回った、ライガーぐるっと回った、お、ライガーぐるっと回ってた、なんだ、この対象、この対象、お、逆コブラツイスト、あ、すごい、コブラツイスト、ライガー生きてるみたい。太郎頑張れ、太郎頑張れ、太郎頑張れ、お、太郎頑張れ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 、バックを取り返した、バックを取り返した、ライガーがバックを取り返した。危ない、太郎危ないぞ。ライガー行くおお、なんだ、危ない、行くか、じゃあ勝者人形ライガー、よろしくお願いします。改めましてアマレス兄弟さんのアマレス太郎さん、はい、そしてアマレス兄さんです、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。いやにしてもライガー強かったっすね、はい、強かったですやっぱ勝てなかったっすか。でも勝てないっすね。途中結構粘ってたんすけどね。そうですね、はい、いけると思ったんですけど、やっぱジャーマン決められちゃってましたよね。はい、さすがですよね。力が強いですよ。強いっすよね、本当に。すっごいもう白熱した試合見させていただきましたんで、もう今日これでもうお腹いっぱいなんで、はい、ありがとうございます。いやちょっとまあまあ、これで怖い話するってもおかしいんですけど、僕ここから見た人の3人組なのみたいな。そうですね。もうわけわかんない状態になってます。はい。ちょっとね、紹介させていただきますと、はい、アマレス兄弟さん、はい、もちろんね、お笑いコンビ、芸人さんなんですけども、はいはい、実際にレスリングの方もやられていて、そうですね、学生時代やって、はい、彼はまだ未だに続けてます、レスリングを。はい。はい、結構なんかお強いというか、インターハイとかも出られてるんですか、ね、インターハイはまあ一応行ってはいるんですけど、はい。はい、出ればなんとかなるみたいなところで、競技人口が少ないんで。いやいや、とは言ってもですよ。いやいやいや、そうなんですけど、はい。で、二人ともね、審判の方の資格なんかもしっかり取られて、はい、キッズの審判ですけど、少年少女の方は取ってます。はい。だからもう芸人さんでやって、それをネタにしてるだけかと思いきや、結構ちゃんと本当に、はい、レスリング。そうですね。一応、はい、やらせていただいてます。はい。いや、伝わらないね、モノマネとかもね。はいはいはい、常連さんで。ありがとうございます。本当にレスリングって一瞬どっち勝ったかわからない。そうですね。はい。だからそことかで、そういうね、わかりやすく、なんかお笑いでネタなんかやられてますけども。まあちょっと、いいようによっちゃ、レスリングを馬鹿にしてる感じになっちゃいますからね。そんな。怒らない程度にうまく、こう、ギリギリのラインをやってます。はい。で、お二人、YouTube とかはやられてないんですか？あ、一応レスリングの YouTube みたいなのはやってます。はい、レスリングの天皇杯とか明治杯を速報とか上げたりしてるんですけど、やっぱ誰も見ないレスリングがやっぱりまだまだ普及がね弱いんで、ちょっと頑張ろうと思ってやってます、はい、まあ、日本はねもう強豪国の一つだったりもしますしね、はい、そうなんです、強いから盛り上がってます。 YouTube チャンネル名前なんて言うんでしょうか。あ、もうアマレス兄弟チャンネルでやってますんで、はい、ぜひぜひ皆さん概要欄貼っておきますので、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。お願いします。お願いします。僕ラブホテルの清掃のアルバイトをもう10年やってるんですけども、はい、お笑い芸人始めた頃からずっともうやってまして、まあ、そこで起きたお話なんですけども、はい、そのアルバイトの業務内容が、まあ、ベッドメイキングで、お客さんが退出した後にベッドメイクして、うん、マットその他の掃除をパッとやるんですけども、稀にその滞在時間過ぎても出てこないお客さんがいるんですけども、うん、そういう時はだいたいフロントから電話して、時間過ぎてますよって。で、電話にも出ない場合はドアをノックしたりピンポン、まあ、清掃員が押しに行って、それでもたまに出てこない時があるんですけども、うんうん、そういうやむを得ない場合はマスターキーを開けて中を開けて、まあ、起こしに行くんですけども、まあ、大概そういう時って、まあ、本当爆睡して寝ちゃってたり、もうで電話の受話器上がってたりとか、あと酔いつぶれて本当まあ倒れてるみたいな、うん、まあ、そういう方が多いんで、そういう方を起こしてもう時間過ぎてますよって言うんですけども、でまたある時に
滞在時間過ぎても出てこなかったんですよ、お客さんが、うん、なのでその時僕一人しかいなくて、ちょっとまたマスターキーで起こしに行ってくださいって言われたので、まあ僕がマスターキーを出てその部屋を開けて中に入っていったんです、はい、そしたら中であの中年の男性が首吊りをしてまして、そっか、そういうこともあるのか。そうなんですよ。それでトイレのドアの上の部分に紐をくくって、ちょっと切れ込みみたいなのも入っちゃってて、そこで男性が首を吊ってまして、で急いでまあ店長に連絡してすぐ警察とかも呼んだんですけども、でいろいろ調べた結果、一応事件性はあまりないっていうことでっていう風になってたんですよ、はい、でも一個不可解な点があって、その中入っていった時男性一人しかいなかったんですよね、うん、で防犯カメラで調べたら一緒に入っていく映像は映ってたんですけど、女性と男性が入っていって、あの出ていくところ女性が出ていくところは映ってなくて、でおそらくまああの非常階段があるのでそっちから多分逃げてたんじゃないかっていう、たまに僕らも非常階段から出てく人をちょっと止めたりするんですけど、まれにやっぱ逃げ切られちゃう時もあって、はあ、その女性がその防犯カメラ映ってないのはちょっと不可解だなっていうのはあったんですけど、でもまあっていうことになったみたいで、でその部屋も次の日ぐらいから普通にちょっとお坊さんには見てもらって、あ、そうなるんですね、あのやったみたいなんですけど、で翌日ぐらいからもう普通に販売してたんですよ、営業してその部屋を使ってたわけです、はい、使ってまして、その事件が起きた後ぐらいからその部屋の回転率がものすごい上がりまして、でその他にも部屋いっぱい空いてんのにその部屋出てったらまたすぐお客さんが入って、なんか吸い込まれていくようにお客さんが中に入っていくんです、その部屋に、はいはいはい、なので、まあ、僕らの間ではちょっともしかしたらその霊がそのこれはではなくて何か事件性があったんだっていうのを訴えたくて何か引き寄せてんじゃないかっていうふうに言われてまして、はい、それが起きた僕のちょっと怖い不思議な話なんですけども、まあ、でももちろん、誰か一緒に入って、はい、ただ女性が幽霊だったとかではなく、そう実際に、ね、ね、いた人で、はい、たまたま映らずに出てっただけそうです、ね、かもしれないわけじゃないですか、はい、入っていくとが映って、はい、やっぱりその場所柄、はい、どういう関係性だったのかわからないですけども、はい、例えばそこで一緒にいた時に男性がそういうことをしてしまうってなると、はい、やっぱり警察が来て事情聴取をされて、はい、いろんな身元がこう分かってしまうってことが都合が良くないっていう方だとすると、はい、もうちょっと逃げるっていう風にしてしまったってこともありえますもんね。あり得ますし、でこの事件以外にもやっぱラブホテルって多いらしくて、その密室だし発見もしてくれるというところで割と、そういうことか、結構多いんです。あ、はい、そうなん、もうずっと放置ではなく、ある程度の時間で見つけてもくれるので、うん、なんか都合がいいみたいではあるみたいで、そうなると清掃のね、そうやってお仕事されてる方からすると、はい、いや、なのでそうですね、その僕以外の人はもうその部屋入りたくもないって言って怖がっちゃって、うん、で毎回僕が掃除してます僕は大丈夫僕は大丈夫もう僕はもう大丈夫だ、大丈夫、あ、そうなんですか、はい、ちなみにそのホテルでそういったことが起きたのはその1回だけですか。そのでも何度か似たような話はあったりはするんですけど、す、ね、はい、なのであんまりいないですけど、そこのさっき言ったドアの切れ込みの傷の部分は修復せずにずっとそのまま使ってたので、もう修復する時間もなかったので、なのであのホテル泊まった時にそういう不可解 なんか傷跡とかももしかしたら何かしらの事件でなんかできた傷っていう可能性もあると思うんです、うん、いや本当にこう自分が経験したことないお仕事なんでね、はい、やっぱりこう経験した方の話を聞くと、あ、そういうことあるのかって思いましたけど、はい、まあで応答がなくって、ほとんどの場合は酔いつぶれてるとか、はい、爆睡って言いましたけど、はい、でも今回の話以外にもいろんなパターンって想定されますもんね。いろいろありますね、はい、何か良くないものを使ってて、はい、よく分かんなくなっちゃってるなんてこともあるかもしれないし、はい、そうなると幽霊とか関係なく逆上したり何かこうね、うん、普通の状態じゃなくってこっちにこう危害が加わるなんてこともあるかもしれないじゃないですか。そうなんですよ。
それ、まあそういう階段ではないですけど、そういうトラブルも結構多いので、そういう、もう、これ階段ではないんですけど、はい、朝、明け方ですね、フロント、ホテルのフロントで、ものすごいバンバン音がしまして、で、行ったら、もう全裸の女性がハイヒールでフロントガラスでバンバン殴ってまして、で、事情を聞いたら、なんか、フロントは女の子人だったんですけど、うん、なんか、ちょっと前に、パートナーの男性が、なんか、逃げてったみたいで、はいはい、でも、すぐ裸で急いで追いかけていって、お前なんで逃がしたんだみたいな、その、まあ、腹いせだと思うんですけど、受付の女の子に、てめえのせいで、お前何勝手に逃がしてんだ、おめえのせいで逃げられたじゃねえかっつって、で、それを僕ともう一人店長でちょっと押さえて、僕らもハイヒールで殴られながら、裸なの？裸なんですよ。で、ハイヒール持って。ハイヒールだけ持って多分来て、ハイヒールだけ持って。で、すぐ、まあもちろん警察もすぐ来るんですよ。まあ、場所から、まあそういう警察も近いところなので、はい、大体すぐもう警察には呼ぶんですけど、なんかそういったトラブルも結構多いと言いますか。ですよね。まあちょっとこう、うん、いろんなこう、もつれとか、はい、ねえ、ところでっていうことが起きやすいやっぱ場所だったりもするでしょうしね、はい、そうですね、はい、でまた今回ね階段っていう新たなね、はい、なんか全然知らなかったことが魅力見せていただいて、はい、とかまだ階段お持ちなんですって、はい、はい、あります。霊感とか終わりなんですか？霊感も、何度かやっぱラブホテルの中で、はっきりではないですけどやっぱり体感したことはあるんですけど、ちょっとまたそれ次回ちょっとお話伺ってもいいですか？あ、次回でよろしいですか？はい。はい、ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、いや、今回はもうお腹いっぱいなんで。いろんな意味で。はい。はい。またよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ぜひですね、お二人YouTube チャンネルやられておりまして、はい、チャンネル名が。はい。アマレス兄弟チャンネルという。はい。ぜひぜひ皆さんね、概要欄貼っておきますので、はい、はい、チェックお願いいたします。お願いします。はい。そして、なんかやっぱり今おすすめのね、やっぱレスリング選手とか、はい。聞いといた方がいいですかね、やっぱお二人から。そうですか。はい、はい。ぜひぜひ、はい。ぜひ兄さんは。僕はもう今、藤波あかり選手っていう19歳ぐらいの、20歳かな、この子がいるんですけど、うん、その子はもう今、吉田沙織さんの記録に並ぶぐらい連勝記録やってて、多分パリは行くんじゃないかっていう新しいスターがまた出てるんで。すごいっすね。はい。やっぱりこう見ててももう器もう全然違うと。そうですね、はい。もう動きとか、すごい筋肉質でもないんです。ゴリゴリの強さもない。普通のおかっぱの可愛い子なんですけど、うん、普通に勝ってる、なんていうか、しなやかな動きで全部勝ち進んでいく、天性の。何が違うんですか？いや、もう何が違うか分かんないレベルですね、本当に。何が早い、トータル的に強いですね。はぁ。はい。ちなみに、あかり選手覚えてもらいたいですね。はい。はい、太郎さんは？僕はやっぱり、須崎優衣選手、今年も2連覇を目指して。今年もってどういうこと？これはパリですね。パリのオリンピックも、はい。連覇目指してるんで、はい。大注目です。どのあたりが、見どころというか。はい、やっぱ可愛さです顔を注目していただきたい。顔は可愛い方ですけど、ね、まあね、はい、お笑い芸人さんだからね、はい、そういうね、はい、今ね、そういう感じにしていただいたわけですもんね。はい。本当かよ。本当かよ。いや、でもぜひぜひ、はい。ね、はい、なんですね。まあもう有名な選手たちですけども、はい。はい、そしてね、アマレス兄弟さん、お二人もです、皆さん応援していただきたいと思います。はい、お願いいたします。お願いします。ではまた次回お願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。というわけでゲスト、アマレス兄弟のお二人でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そこでずっと働かれてるんですね。はい、10年。10年。はい。時給とかいいんですか？いや、よくないです。そうなんですか？はい。よくないけど、まあ、やっぱこういう芸人っていうお仕事柄。喋りたくないからですよ。まあそうですね。その、君の場合、ね、僕はちょっとコミュニケーション能力がなくて、あんまり人と関わる接客業をしたくないっていうのがあって、ラブホテルは誰とも会うこともなく、一人で黙々とできるので、僕にはちょうどいい仕事が。どういう気持ちでお笑い芸人やってるんですか？それを直したくて、お笑い芸人に入ったり。直すためにお笑い芸人やられてる。でも結果逃げてるんですけど。売れたいわけじゃなくて、はい、本当に最初入ったきっかけがそうだったらしいんです、はい。今日とか大丈夫ですか？こんなわけわかんない島田みたいなのがどんどんなんかもう話今質問して聞いてきてますね。いやいや、めちゃくちゃありがたいです。はい、全然話したくないですもんね、だって。いやでも聞かれたら話します自分から話す勇気がないというか人にだから友達とかも一人もできないタイプというか学生時代からあでもこうなんかアマレス兄弟さんっても面白いから結構みんな芸人大好きじゃないですか、はい、なんか芸人仲間で仲いい人とかいないんですか？いないんですよ。意外そうですか？打ち上げとか飲み会も行かないんで帰っちゃう。全部逃げてきてまして。まあ、それはでも参加したくないんですもんね。別に。まあ、参加して盛り下げたらどうしようっていう、なんか。いやいや、そんなわけないじゃないですか。
僕のいるせいで盛り下がったら怖いとか、そういうのばっかりで。だってすごいにこやかだし、笑顔とかもめちゃくちゃチャーミングで可愛らしい人だなって僕思ってますよ。本当ですか？はい。じゃあ行ってくれますか、飲みに。全然行きますよ。急になんでだよ。僕もあんまりこうお酒飲みに行く人じゃないけど、だから ランチとか、はい、別に飯行きましょうよなんか全然。本当ですか？逆にですか、面白そうだし、なんか僕が知らない世界もたくさん知ってそうで。あ、そういう、そうですね。その、なんか一人でいるので、そういった変な話はあるとは思うんですけど、ね、その気使ったり先輩に、なんかそういうことが全くできないので。ああ、全然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 。はい、いや、むしろ、なんかすごくこう、コミュニケーション能力高くって、誰とでも仲いいっていう人より、なんか一人の世界でずっといらっしゃる人の方が、話面白いですよ。俺大好きですもん、そっちの方が。嬉しいし。でもその、でもいつも一緒にいるわけですよね。はい。でも、本当に、みんなから言われるのは、会話のキャッチボールができないって、こう、投げても帰ってくれないか。あと、楽しそうにもしてないから、大丈夫かな、大丈夫って心配されちゃったりとか、ね。今日普通にだってずっと会話していただいて、ずっとニコニコされてるから。ね、今はなんとなくですけど、はい。はい、でも、結構そうですね。一つだけ気になるのが、この今すごく無理してて、はい、終わった後すげえ疲れた、ドーンとかなるわけじゃないですもんね。あ、そういうわけではないんですか。じゃあ、もう本当に。はい、自分から、まあ人が苦手と言いますか。なので、その、なんか、アイドルを追っかけるオタクとか、そういうなんか一人でできる趣味ばっかりなので、だからその分、その、自分の好きなことにはこうなると言いますか。何が好きなんですか？アイドルは、はい。今、ハロプロのアンジュルムっていう。ああ、知ってます、知ってます。素敵なね、方たちですよね。はい。あと、渡辺美奈代さんとか。お、美奈代さんですか？美奈代さんも追いかけてました。はいはいはい。と綺麗で可愛らしい方ですもんね。いや、そうなんですよ。はい、もうイベントとか行って。今もイベント行かれてる。はい。お、そうなんですか。未だに行ってますね。はい、え、まあ、美奈代さんとじゃもう面識もあって。美奈代さんと美奈代さんの旦那さんにも面識がある。いや、頑張って結構行ってんじゃないですか。ただ、おかげで。一人で行く。やっぱ一人。なんていうか、推し活はできるんですね。そうですね。ああ。推し活。はい。はい。好きな映画のロケ地に、愛媛県の前7回一人で行ったりとか、ずっとただ聖地巡礼一人でずっと行って座ってずっと佇んでたりとか。いや、でもね、はい、ファンの鏡というか、応援、はい、ね、されるね、美奈代さんからしたらめちゃくちゃ嬉しいですもんね。そういうのずっとやってるんですよね。嬉しいと、まあ、他、あるアイドルからしたらやっぱちょっと怖いって言われることもあります。その、なんか、宮前真紀さんっていう、もっとここの、その人はもう一番20年ぐらい追いかけてまして、もう、やっぱベテランなんで、お店、自分のお店とか出してるんですけど、喋、うん、んないのに、2、3時間居座ってるから、ちょっと、今となっては嬉しい、もう長いんで、さすがに認知してもらったんだけど、最初怖かったとは言われました。でもご飯食べたり、お酒飲んだりするわけですよね。いや、そんなにしてしなくてずっといる。はい、そうなんですよ。それちょっとあれかもしれないですけど、ね。喋るわけでもなく。じろじろ見てんだよね、そうこう、ずっと。たまにチラ見して、目があったら反らすみたいな。いや、でも分かりますよ、気持ち。もう好きすぎて。好きすぎてですよね。はい、世代じゃないですよ、宮前真紀さんとか渡辺美奈さん。39歳なんで、全然ちょっと上なんですけど。はい、遡ってオタクになるというか、やっぱ一人でいるので、そういう昔の映像とかも、見てってそっから推しが見つかっちゃったりする。いや、いいですね。はい、でしかもなんか一途だなって思って、ずーっとこう好きになったら卒業しないで、ずっと好きで居続けられるっていうのもね、素晴らしいですよね。そうっす。好きになった人は一生追いかける。面白い。怖い。怖い。